何に使うということはないけど、なんか懐かしさがありますよね。あ、来ましたね、中君。こんにちは、綺麗画家久保修です。今日はですね、アトリエを出て日暮里に来ています。というのが、僕は散歩が大好きなんですね。散歩っていうのはね、いろいろ歩いてると自分の作品のアイデアが浮かんだり、あるいはこういうところを切り取って作品にしたいなとか、そういったものがいろいろこう散歩しながら頭に浮かんできたり、あるいはスケッチをしたりするんですね。そして今日は日暮里を選んでるのは、僕街歩きの中で路地が大好きなんですよ。ここには路地がいろいろ今から行くんですがあるんで、その路地もいろいろ散歩しながら散策してみたいと思います。ということで、では早速行ってみたいと思います。そうそう、あ、やっぱ人ですね。人がたくさん来ていますね、やっぱり。あ、そうそう、まあ、こうやっていろいろ脇道があるんですけど、まだこれは僕から言うとまだ路地にはならないんですけどね。ここはもともと地元の人が買い物していろいろ日常生活のものを買ったりいろいろするところだったんですけど、まあそういうものもありつつ、なんか観光客の人のためのものもなんか売ってるという、こう混在したところが感じられます。こういう店がたくさんあったんですけどね。そっか、まだ営業早いな。ご存知のようにちょっとお酒が好きなもんですから、赤ちょうちんが夕方になってきて出すと、黄昏時期になると揺れておいでおいでとするもんですからね。昼間はちょっと分かりづらいんですけど、でもこういうところでちょっとつまんで食べながら歩くっていうのも好きですけどね。メダカすごいな、いろいろ。なんかどっか本当の観光地に来てるような感じですね。東京の中でもこういうイメージでは僕はなかったんですけどね。もう少し買い物カゴを持ったお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんとかいたり、もっと揚げ物の匂いがしたり、料理のお惣菜の匂いがしたりですね、そういう雰囲気だったんですけど、ちょっと雰囲気変わってますね。こちらのように立派な綺麗な、ね、お店ができたり、だから医療なんか関係でもこういうふうにちょっとした店でね、地元の方がちょっと買うようなものとか、こういう店構えが多かったと思うんですけどね。あ、でも魚屋さんがいますよ、魚屋さん。今晩のおかずに買って帰りたいな、酒のあてに。こういう店構えの魚屋さんっていうのが僕は好きなんですよ。でこういうとこ来て買い物して夜の晩酌の酒の魚を買って帰る、これが この通りはそうだったと思うんですけどね。あ、そろそろこう路地が出てきだしましたね。早速路地を見つけてちょっと入ってみましょうかね。中華ですね。こうやって路地入ってくるとですね、もう迷い込んだようにこうやって行き止まりではなくて、奥路地がどんどん奥が深いと、その先に何があるんだろうととても気になるんですよ。ということで、もうちょっとだけ行ってみたいと思います。これは住宅街の路地ですね。これはキリがないな。ほら、どんどん深いですよ。こういう路地がここにはたくさんあるんで、
今から一旦ちょっと戻ってまた通り出てまた違う路地に入りたいと思います。あの看板も向こうから来る看板とまた振り返ってまたバックしてくる時の看板ってちょっとイメージが変わる時があるので、そういう時なんか絵描くのに非常にあのイメージを浮かばすことができるんです。帰って路地があっても行ってみたいという時と、まあここはいいかなって思う時もあるんです。景色の感じ。いやここ探すので雰囲気変わったんですよね、この通り少し。貸してくれたね。移転したんですか。はいはいはい。いやーなかなかもうどっか行かれちゃったのかなと思って。移転してしまいました。こちらでもうこちらの営業になる。ああそうなんですか。もう古いですよね。向こうのお店が90年近く。90年。近く営業しててもやっぱ老朽化で、はい、であのお借りしてたのでそのお返しして、はい、ここはリピーターからうちなのでこちらに。ああ、はい、よくね買って食べながらブラブラしたんですけどね。はい、はい、今人気なのはどう？メンチカツ。メンチカツ。はい。はい、ありがとう。じゃあもう買いました。ゲットしました。ではちょっと早速。味変わってません。美味しいです。揚げたてで、これがこれカリカリしてるでしょ。なんかいい雰囲気ですね。なんかだんだん懐かしさが湧いてきました。ちょっと入ってみますね。でも路地路地に結構迫った家がこう 狭い道にこう両側に立ってますからね。今路地入ったら外へ出てくるんですね、本当はね、あのまま降りたら。なんか今日天気がいいから気持ちいい。やっぱ僕ね、あの散歩するときもそうですけど、結構旅するときでも晴れ男なんですよ。だから、少々曇ってても途中から晴れる、雨が降ってても止むという。あ、ここやってる。こういうのが今ないですよね。ミックスフライ、スパゲティ、ナポリタンです。チキンカツ。かあ。看板ですよね。でもね、週やるな。あ、そうだ。だからここが夜店通りなんですね。ここから向こうですかね。夜店通りよく聞きます、ね。今歩いて、目指そうとしているのは、今つづじが綺麗だと聞いている、根津神社の方へ向かって歩こうと思っています。ここで
食事もできるようになってるんですよね。なんか古いものも残りながら新しい町で、まあその家のお店の後継人っていうか、そういう人たちが、若い人たちが新しい感覚でいろんなお店作りをしてるのかなと思うところもあるし、昔ながらのを守り続けているところもあって、面白いですね、こういうのは。やっぱり今歩いてきたようなあのところなんかはもう、黄昏時になると昼間の顔とはまた違う顔がですね、見えてくるというのがあって、それはそれで非常に僕の楽しい時間に変わるわけですけども、ちょっと散歩疲れで一杯ここでお茶をすると癒されるかもわかんないですね。でずっとこうやって歩くと必ず1回や2回は後ろを振り返るんですよ。そうすると先ほど言ったように同じ看板があっても同じ店があってもイメージが変わります。植木が好きなんでしょうね。手入れがよく行き届いて、とあの路地を見つけて僕好きなのは、こう奥詰まってこう入り込んでいく、そういう構図の絵も好きなもんですから、その時の参考にもなるしアイデアにもなるし、思い浮かぶこともできるので、ね、急に住宅街の中にこういうお店が突如現れてて、ワイヤさんです。あ、携帯入れる箱。いや、あのスケッチしてね、歩いたりするときにカバンに入れてるといちいちこう出して入れたりするから、ここをぶら下がっておくと簡単にできていいかなとか思ったんですが、いや急にあれですね、お店がいろいろ可愛らしいお店が出てきましたよ、ね、うん、大人のアイスクリームです、ね、うん、あー、ここも深そうな路地ですね。これ何の花ですか。椿、これ椿の仲間かな。いや違うね、これなんかでも、なんか、あ、なんか、ちょっとわかんないな。こう家の前にこうやって植木鉢でこう植えてるのも、この風景もこの路地歩きのここら辺りの特色ですよね。あれ昔プラなんだろうな、古びたロボットじゃないけど、なんかあそこの空気みたいなところが目玉に見える、カブとかぶっていろいろ想像してしまうんですよねというふうにして見てると本当に楽しいんですよ散歩は。お弁当、あ、並んでる。並んでます。棒状になったものとこうカットしているようになったのとあったんだけど、これはこう切るとずっと同じ、うん、そうそうそう、切ってるのこれなんだけど、ハサミでちょんちょんちょんと切る。あ、そうですか。包丁でポンポンってなった。じゃあこれを、また3本くださ、はい、どうですかこれそう、はい、いえいえ、こちらこそあればよかったんだけど、まだ残ってます。表具屋さんです。もうやってないんだろうね、残ってるだけ、仕事してないの。まだここから見るといろいろの昔の風情がこうの路地とこうちょっと残ってます。
こういう看板いいですね。歴史がありますよ、歴史。味噌屋さんでも。腰とかですから、昔、今でいう宅急便屋さんですよね。こういうのでもね、まだちょっといいですかね。あの軒下のね、針とこう腕木がこうあるでしょ、はいはい、ああいうのがね、もうこの作りはなかなかないですよ。建物好きですから、つい目に、ああ、土祭りですね、本当に。ツツジが咲いてるとき来たのは初めてです。満開ですね。ああ、綺麗ですね。じゃあここら辺りでスケッチをちょっと始めてみたいと思いますので、ちょっと場所を移動します。で、こうやって散歩で歩くときのスケッチブックというのはだいたいこのぐらいの大きさなんですね。あの、持って歩きやすいようにするために。ちょっと動きます。どっか休憩して座った時にこれをもうちょっと線を強く描いて、そうするとなんとなく形になっていきます。これを描くか描かないか、これを写真で撮ってしまうとこういう絵にはならないんです。レンズは正確にきちっと撮るんですけど、人間の目は少しあの自然のこう立体的にこう重なってなってるものから自分でも作るし、自然からこう見方によれば自然の方が僕を騙そうとしてるかもわかんないし、なんかそういうところで、自分の見たあの距離感とか形ですよね。だからこの見た通りにきっちり描く必要は何もないと思うんですね。あくまでも自分が感じた線をこうやって描いとけば、あとはこれはこうもっこりこうなってますけど、みんなこれはツツジなのでゆっくり丁寧に描けば仕上がっていくわけです。今からですね、ラフでこう自分の思った線を描いたので、これをもう少し分かりやすくしていくという作業をしといて、これをやっとくとアトリエ戻ってからいろいろと思い出しながらさらにまた丁寧に描き上げていくという。描き上がりました。こういうのを描くときは僕はいつもあの何か一つ対象物を決めといて、この絵の中だったらあの鳥で大きな木が2本と、これを先に、描くと、いろいろな、あとはその周りの風景を描けばいいわけで、ツツジが咲いてるっていうのはこれはまたこれからアトリエへ戻ったら丁寧にツツジの花も描いたりもします。ということで、僕のスケッチ方法です。今日はですね、日暮里から谷中銀座を通って、でその通りには、懐かしいお店とかもたくさんありました。そしてずっと降りていって根津神社の方へ、来ました。それまでの間にいろんな路地があったり、いろんなお店があったり、昔僕が行ったことのあるような懐かしいお店でミンチカツをかじったりしながら楽しい散歩ができました。この動画を見ていいなと思われた方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。